アミナ君、君昨日は化石を掘り出したんだって。まさしく、そんなことまで把握されてるのか。皆さんこんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月21日火曜日の午後5時28分です。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日のバラエティ番組どなたかご覧になりました？好きな芸人さんがゲストだったんですが、本当に面白くって笑いっぱなしの1時間でした。何の番組やろ分からんけど、あ、私ったら個人的なテレビの感想なんてすみません。それでは本日も良い一日をお過ごしください。これってさ、もう住人が満員になったらキャンプサイトとか誰も来んなるんかな。スマホが鳴っている。まあ、でも多分キャンプサイトに誰か来とったらまたお知らせしてくれるよね、きっと。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金34,444ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。さあ、てことで、そう、たぬきショッピングで買ったケケハウス、よし。あ、やっぱりこれここに展示されてるやつ変わりおるよね。昨日こんなんじゃなかったはず。こんなね、リンクみたいなじゃなかったはずやけ。お、シャンク、いらっしゃい。ゆっくり見てってくれよ。ということで今日は、あ、これかわいい、フリル付きニーハイソックス、うんうん、買います。ワンピースとかに良さげやね。今回はこれだけでいいかな、とりあえず。毎度あり。他にも何か買っていくかい？いや、大丈夫です、ありがとよ。あ、そうよ、さっき浜辺に行ったのにソーラーパネル設置してくるの忘れたわ。浜辺に置こうと思って。お、シャンティ見てるの？ふふ、お元気そうね。だってば、世間話でも。今日みたいに天気の日は島の空気がいつもより美味しく感じられるわ。だってば、ちゃんとこうやってね、あの島の中に設置したものを使ってくれるっていうのは嬉しいよね。どうしよう、この辺とかにしよっか、設置するの。とりあえずで網出てきた。もうソーラーパネルも置くとしたら2つぐらいやっぱ置いた方がいいんかな。とりあえず1つでいい？わからないわからない。ちょっとね、化石を掘り起こし、お、ルーシー寝てる？寝てるの？あら、ごきげんよう。よう、おしゃべりしよう。こんなお天気が続くと洗濯物の乾きが良くて助かりますよね。よう、いい天気やね今日。多分河原で洗濯しよった子がおるはずよ一応置いておいたけんね。こっちの方にも誰か来てくれたりとかしよんかな。今のところ誰もおらんけど。てか穴も全然開いてないやん。そろそろちょっとね、化石も全部埋まってきたかなーって思ったんやけど。なんか全然なくない？すごい、今なんか棚の整理しよったよ、シャンク。かわいい。ちゃんとそういう風に動くんやね。あ、あった。はい、化石。1個目。そして、ちょ、あっち側もかな。みんなのね、家とかも、家とかも覗きたいし、おる？あ、でも一応あれか、モニカの家はもう行ったけんね。ん？君はモニカじゃないか。ヤッホー、あは、お話ししよう。さっきまで張り切ってお散歩してたからお腹が空いてきちゃったな。あとでチーズオムレツでも食べよう。あは、女子力高チーズオムレツ作るんやろうな、きっと自分で。あれ、さっきアンチョビこの辺おった。みんな何持ち歩いてんだ。うわーい、お散歩でもしてるの？です。世間話でも。アイラ島ってお散歩で一回りするとお腹がすくちょうどいい大きさだよね。です。ちょうどいいんかな、わからんけど。でも結構広いと思うけどねん
は、住民挨拶キャンペーン、たぬきマイル 200×2 ゲット。良きだね。みんな結構ね、家に送ってくれんねよね。家の中が見たかったりするんやけど。え、みんなどこにいるの？あ、桜島がおるっぽい。そういえばまだ見てなかったよね。え、マミーさんが遊びに来たんやけど。え、びっくりした。そういうこともあるのね。遊びに来てくれてありがとな。今日は他のたちも来てんだが、気にせずのんびりしてってくれってごわす。お話ししよう。いやー、なんかあれだな。こうやって集まってくれるってのも生活に張り上がっていいなってごわす。別に誕生日ってわけじゃなさそうやしね。座ったー。座ったよ。桜島なんで走っていったんやろ。座布団出してくれるんかと思った一瞬。ふふ、私もお招きいただいたんですよ、たふん。話に来たよ。なんかあれだよね。自分の家以外でもこういう風に物使ったりとかするんやね。桜島さんらしさが溢れる部屋ですよね。こういうセンスを磨くために普段から意識していることってあるのかしら、たふん。でも確かに部屋はすごいいい感じな気がする。面白いね。なんかこういう住人同士の。いいね、いいね。だってなんか飛び盛りの頃ってさ、ま、なんか遊びにっていうか、誕生日の時とかは、なんか家に集まったりしよったけど、ここ誰やったっけ？家に集まったりしよったけど、座ったりとかなかったもんね。あ、ライオネルや、ライオネル。おや、来てくれたんだね、まさしく。お話ししよう。アミナくん、君、昨日は化石を掘り出したんだって、まさしく。毎日掘り出してるよ、一応。太古の昔から果てしない時が流れ、今の僕らに繋がっている。化石ってロマンがあるよね。そんなことまで把握されてるのか。何かを掘り出したとかそういう。これ何？時計？あ、なるほど。なんかいろんなアイテムが増えとるよね、多分。とか私ね、あれなんよ。木製のベンチが欲しいんやけど、博物館横とかに置きたい。なかなかね、そう、置きたい感じの家具が見つからんくって、はなちゃんちってなんかすごい、あれよね、シンプルやったよね、めっちゃ。よし、じゃあちょっと今日のたぬきショッピングも見とかんとね。びっくりした、しずえさんおらんのかと思った。うん、今日はしずえさんが外眺めよるね。なんか珍しいような。たぬきちは仕事？いや、コーヒー飲んでんのか。はい、アクセス得点マイル、300マイルゲットー。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、たぬきショッピング。今日は何が？キャンプベッドと猫車ね。猫車。どうかなー。ケケ先生、ケケ先生、いい、もらう。かわいい。まあ、いっか。それじゃあ、はい、たぬきマイル交換を。で、ここで、縦板の柵、洋風の柵。やっぱ柵変わりよるよね。え、変わりよるのは柵だけ？なんか他のものは全部一緒な気がするんやけど、なんかここの2つの柵だけ変わりよるよね。だって、わらぼしの柵とかなくなったやん。縦板の柵、洋風の柵、石碑。ふんふんふん。なんかこういう感じで。別に色が変わりよるとかもないよね。風力発電機。風力発電機買おっかな、じゃあ。じゃあこれを。風力発電機は4000マイルになります。交換いたしますか？お願いします。商品の交換を受け付けました。商品は郵送でご自宅へお届けします。他にも交換いたしますか？いや、大丈夫です。ご利用ありがとうございました。よしよし。おお、びっくりした。シャンティじゃないか。ツンドラさんも別に家におったりとかせんのやね。服屋さんに来とるとかかな。あ、アイダホが来とる。いらっしゃい、手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。どうもどうも。あゆなか。お前も筋トレ向きの服を探しにやってきたのか？の心。
いや全然話しに来たよ。オイラの筋肉をより引き立ててくれる服に巡り合うまでここに通い続けるぞの心。筋肉を引き立てる服とは一体。ちょっと今は立て込んでて、いつも来てくださってるのに堪忍ね。ちょっと優しくなってきたよね、あさみさん。よきよき。なんかこういう服装もいいなって思う。ちょっとさ、あれじゃない、牧場物語みたいな感じじゃない。なんかこういう服装やった気がする。いいねいいね。おおきに、またどうぞ。あれかな、またあつ森でもあさみさん、キニオさんたちと仲良くなったら、あの、なんやった、マネキンがもらえたりとかするんかな。それはないんかな。別に他に何か作れそうというか置けそうなもの、養蜂箱を、これは台の上に置いた方がいい感じかな。養蜂箱ができた。どういう感じなんやろ。こういう感じ。やっぱり台の上に置いた方が良さげな感じするね。なんかあるかな。よし、じゃあアンチョビの家の周りに設置してきます。どの辺に設置しよっか。ちょっと離れたこの辺りとかかな。木製サイドテーブルで、これをちょっと回して、でこの上に養蜂箱。もしかしてこれ上に置けん感じ。え、上に置けない感じですか。なんかぽいね。なんだ、別々じゃないとダメなのか。じゃあこれはこの辺で、地べたに置く感じなんこれって。いまいちよくわからんねえけど、まあそういうことなのね。ふんふんふん。オッケー。はい、それじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、今日はなんか意外とね、桜島とマミーさんが仲いいということも分かったしね、他のキャラクターの家の中でもいろいろと道具使ったりとかするんやなっていうのも、座る以外のさ、動作みたいなのもあるんかな、他の家で見てみたい。